あのちょっとこうお茶っていうその時間をちょっとその間っていうのを感じてもらいたい、うん、そのための、えー、ポットを作るためのコンセプトがまたあるんですよねはい、はい、でコンセプトっていうのはいわゆるそれをこう叶えるための手段というふうな形で考えればいいですかね,うすね、うん、こういうことをやっていこうっていうはい ということで、その手段というのが今回は、この、あ、これですね。アジアの伝統美と人間工学の、これはフュージョンなんですけれども、<え>はい、えー。これが叶ってますということなんですが、えー、まずはこのアジアの伝統美ですね。はい。ちょっと、 あの私も資料を作っていて、あれです、気の流れは茶の物語性を引き出し、より深い茶体験へというふうにあるんですが、はい、アジアの伝統美というのが、まあど、どういうふうにこう生かされているのかといいますか。お茶のことを考え いろ、まあ、んな携帯のお茶があって、はいでまあ、ペットボトルで飲むお茶もあるしあとはティーバッグで入れるお茶もあったりとかあと茶をお茶を入れる機械機械というか装置の方も、まあ、ポットがあったりいろんなものがあると思うんですよガラスの器もあるしでんーとーこれはなんかまあ僕の想像なんですけどなんか物語性みたいなものがそこにくっついてると勝手になんか増幅していくっていうか思いを。<ー> シリンダー型のすごくモダンですっきりしたお茶のなんかこうポットはそれで忘れてかっこいいんですけどそのポットで入れるお茶となんかこう少しなんかこう日本のこうゴツゴツとしたなんかなんだろう、うん、ティーポットっていうか急須みたいなので入れたものがなんか同じような濃さに実際感じるんだろうかみたいな気持ちの上で。うん そうで,す、ね、でそれはひょっとするとその伝統的なあこれって何かそういうの感じてしまうなっていうなんかそ,の <laughs> そういう文化体系の中で育ってきた感性みたいなのがなんかちょっとや役に立つんじゃないかなっていうか、うん、なんかそういうところでなんか伝統,伝統をなんか活用させてもらうみたいな,、うん、なんかこれって何かクラシックな形だよねっていうのをなんかいい感じになんか シチュエーションを持っていくっていうです、ね。はい。あのー、このモーメントっていうのはこう一般的なティーポットと比べるとこう結構平たい、ね。そうですね。ですよね。これはなんでこんな平たい？うん、こう。でえっ、ー、と一番最初にそのこのポットで入れたらお茶がが美味しくなってほしいっていう思いがあって、で一番最初に考えたのは。 そのまあ、背の高いティーポットっていうのはあんまりないんですけど、まあ、丸かちょっと平たいぐらい、はい、ポットが多くてでお茶っ葉をこう中に入れてお湯を注いだ時にお茶っ葉がパーッと横に広がっていくじゃないですかうん、うん、でそれを邪魔しないようにしたいんで少しこう横長のフォルムにまずしたんですようん、うん、でそれがなんか伝統的なこうなんだつみたいな形から着想してて で、なんかそこに、なんしょうね、あの、今出てますけど、木の概念っていうか、はい、こう、ぐーっとこの中で、なん何かしらのこうお茶的なパワーじゃないですけど、うん、なんかこうか、香りとかも含めて、なんかそういうのがぐっと高まって、それが口からスッと抜けていくみたいな、なんかそういう装置にならないかな、っていう。うーん、なるほど。木ですよね。その この特徴的なこのグイッとこうユニークなこう曲線を描いたこのハンドルもなんかこうそういったところをちょっとこう表現されているということでそうなんですよでえっ、ー、とまああとあと,あと,あ,とあと出てくるのかああ今これままいきますかあどうぞどうぞはいえっとですねもう平たいポットを作りたいなっていうのはもう当初からあって、うん、で平たいポットって をこうどうやって持ち上げるかっていう動作がやっぱりいるんですよ。うん、でその時にその我々たくさんポット今まで作ってますからそうですね。でいろんなポットをこうやって持って、はい、で何だ重たくやっぱ感じるポットとそうでもないポットとあるんですよ。はい、で何度も作ってるととにかく離れたところにあるハンドルは。 重たく感じるからなるべく本体に近いところを持てるような構造にした方が多分軽く感じるなっていう。うん、でここにハンドルをつけたいので、まあ、どういうその構成にすればここにハンドルが持ってこれるかっていうところをこうスケッチしたりモデル作ってで確かめたところなんとなくこのこの形だったらいけるなっていう。 で、伝統美みたいなところと、まあ、それでも、まあ、現代に作るので、まあ、モ,ダンモダンさっていうのか、はいうまあ、今の質空間に合うような衣装にはしなきゃいけないっていうところで少し変わ,変わったハンドルだけども、まあ、わりかしモダンに見えるっていうクラシックにも見えるしモダンにも見えるような、まあ、衣装にしてここ,ここのポジションを得たっていうか。うん そのまあ持ちやすさもそうですし、その何でしょう、ちょっとあクラシックさな、文化的だなってこう感じさせるその姿っていうのを目指した、うんうん、それの中でこの、そうで,そうです、あのー、そうです、クラシックだなとか、アジアっぽいなっていうのは、やっぱりなんかお茶を飲む上での、なんか一つの、なんだ楽しみであっていいと思うっていうか。はいうん うんうん、なんかあのこの前、ちょっとあの文献をこう読んでいたときにこう、東洋の芸術っていうのは、結構その、そなんでしょう、間っていうのを結構大事にするよねみたいな。まあそうですね、一般的にあの西洋の美,美意識と、まあ、東洋的な美意識の育ち方が違うみたいなところあって。うん、はい あ SG だとやっぱり気の流れじゃないですけどなんかこう流れ的なものを表現するそういうカーブだっていうのもあのなんでしょうデザイン家の中で、まあ、みんなで喋ってて教えてくれた人がいたりとあそうなんですね、うん、確かにこうあの大きな、えー、カーブを描いた気の流れみたいな,なんかちょっとこう煙のような形をしたあのハンドルが。 こうあってそこの中に平たいこの銅の中にその木が入り込んでちょっとシュッとした、えー、この注ぎ口から出てくるなんか、うん、いいものを飲んでる感がありますよねそうそうな,な,んかなんとなくね、はい、でといろんなところでこれをプレゼンテーションしてきたんですけど、はいまあ、その都度あのアラジンの魔法のランプっていうのを引き合い出されるんですよ。 はいはい、で、はいえっと、我々としてはなんかこうクラシックなアジアっぽさを目指しているのに <laughs> そのアラビアンナイトの世界を持ち出されるとなんかこうずれてんじゃないかっていう気がしてたんだけども、はいはい、よくよく考えるとその僕らはアジアの木のようなものをここになんかとどまらしたいとか、うん、なんかそういうことの願いとなんかこすったらなんかここから魔人が出てくるなんか魔法のランプの木のありようみたいなものはなんか、うん 実は似てるんだろうなっていう。感覚的にはい。なかなかそれ以来あんまりアラジンの魔法のランプと言われても、まああんまり反論しないようにはしてきたんですけど。はい。私も最初久高さんにその話をして。 俺それ言われるのは好きじゃないんだよねみたいな。そうですごく覚えてその時どう説明しようかなと思って、はい、このなんか気の流れみたいなのって実際のところあんまり見えるもんでもないし <laughs> うんなんて言うんでしょう,うんと。要は気の迷いじゃないですけど、はい、あるのか何か分かんないっていうか、はい、だけどなんかあってほしいよねみたいな,、はい、なんかそういう類の願いなので。うん、そうですね、まあ <laughs> あの。本当はちょっとこう東洋的なあのー 何でしょう、えー、文化っていうかそのあのー、の要素っていうのを取り入れたものではあったんですけれども、うん、ちょっと片やアラ嵐のランプだって言われちゃうっていうのは、うん、その何でしょうまあアラ嵐のランプをこうあの魔法のせいがこう出てくるっていうその期待感、うん、何かこうそそううなんかこう煙がねシューッとこう来るみたいなはいでなんかこう私たちの想像しえないような、うん こう世界を見せてくれるというか、うん、その期待感っていうのをやっぱりみんななんとなくこうそうそうそうだと思います、はい、ただあの中東の方の代理店っていうか我々の知り合いにこのボットを見せたら、はい、いや別にアラジンじゃないよっていうあすかアラビックには見えないっていう話はあって何か東洋的だねっていう評価、えー どういうい違いなんですかななで多分自分たちの文化圏になんかこういうフォルムはないのか、はい、まあ嵐の魔法のランプの話ちょっと長くなると申し訳ないあれはシュートもと口が長くてオイルが入ってて油になんかこうなんだろひもがこう浸っててそこに火つけるんでそこをこう,こう,こうやって持つっていうのはここに火がポーッとつはいっていうのがあのまあランプなんてあれはなんだろうお茶入れるものじゃなくて明かりを灯すものだから。 おなんかそれと多分連想ががつなななっていかないいかかんじゃないかそうなんですね。よく、うんまあね、こう似たようなものに感じてしまいますけどそれとこれは全然違う。うそうそうそうあれはもうランプって言ってますから嵐の魔法のポットって言わないんですよはい、うん 私たちはこう、急須と夜間は全然違うもんって思いますけど、あそ,うそ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 う。はい。多分違う地域、うん、文化の中で育った人からしたら、同じじゃないかって思ってしまう、それとの、うん、差と多分似たようなところなんですかね。そう、だからなんとなくそのフォルムとかデザインから連想するものっていうのがあって、うん、で、なんか、それは、えっ、ー、と、体験の一つだろうっていうようなことなんですよ。はい、うん。だからまあ、違っててもいいし、 まあそうだなって思ってくれてもまあ構わないんですけどただなんかそれは体験ではないっていうわけじゃなくてその連想も含めて体験なのではっていうのが、うん、まあ今回の多分ポットのなんかまあ狙いなんですよ、うん、はい、はい、ありがとうございます、えーまあ、そういったこうストーリーをこう感じてもらう、まあ、ストーリーを入れることで入れ込むことであのー、その待ってそのお茶の時間っていうのをちょっとこう ささやかにでもこう感じてもらえるようにっていうことなんですけれども、うん、また一つちょっとこう毛色の違うこのに、えー、人間工学っていうのも今回一つ、あのー、コンセプト手段に入ってますよね、うん、完成モーメントが生み出す茶体験ということで実際にこれですねはいあのー、そうですねこれも弊社の製品の比較なのでなんかちょっとね <laughs> 何を出そうかって感じでしたよね。何が重たい方に出すかですね。はいあのー、先ほどもおっしゃってました、こう持ちやすいそのお茶の時間っていうのをこう雑味を感じさせないようにこう持ちやすいポットを追求したときに、うん、このハンドル、まあ手、手とこのポットの位置関係が大事だっていう話なんですけれども、はい、この完成モーメントにこう。 たたどどり着いた経緯ってどうなんであのまあ最初に言ったようにその大体横に離れてるハンドルは、まあ、重たく感じるっていうのはまあ我々体験としてみんな持ってて、はい、ただあのちょっと誤解がないように言うとえっとまあターゲットが違うというのかあの平たいポットで収納性を高めるか収納性はまあともかくとして持ちやすいよ今回は。 割と追求しているので、はい、上のそのポットはと収納性に優れているということは一言言っとくんですけど、うん、ただまあ実際持つとやっぱりなんか素人では重いっていうか、うん、プ,ロプロの方はなんかちょっと持ち方を変えてなんかそうサービスするしたりするんですけどはいあすいませんちょっとお話戻るんですけれども、はい お客様からえ大胆なえ取っ手ハンドルですねの、えー、曲線がアラジンのランプの注ぎ口の曲線に連想するものがあるのでしょうねと。うん、あそうですねそうだと思いますあ、はい。ああいう曲線ってやっぱりなんかそれなりに皆さんの中にある何かをくすぐるんだと思うんですよ。はいそれがやっぱりこうじゃあアラジンのストーリーにつながっていったとか,ありますか、ね、そうそうそうアラジンにつなげる人もいるっていう。ううん、うん でえっとまあ、我々がサンプルを作って実際にこ,の、うん、これがどういうものなのかっていうのを持った時に正直思ったより軽かったんですよ。はい、思ったより軽く感じて何、うん、て言うんでしょうこれはすごいなと、うんで。どういう理屈かはなんとなくは分かるけどよく分かってないっていうのが実際のところで。内にいいるそういう こととに詳しいというのか、まあ、物理的ないろいろ知ってるっていう方がいたんで、はい、そ,そこにあのそのポット2つ持って、はい、で実際にあのお湯も注いで中にお湯入れてこう持っていってあの「すいませんこれあのこんだけ持ちやすい軽く感じるんですけど」っていう話をしてたらもうすぐなんか「あモーメントだね」って言われてうん、うん、それは何ですかっていうとそのテコの原理とかにと同じようにその。 まあ軸を回す力っていうふうに教わったんですけど、うん、であ,あそういうことなのかと思うとなんかな,なんて言うんでしょうあの、まあ、理屈が分かった、うん、だからなんかすごくやりやすかったですねそのここにある意味がもうなんかきちんとあったみたいなはいあじゃあそのもう人間工学っていうのを 絶対取り入れた状態完全、まあ、モーメントを取り入れてこの形にしようって思ったというわけでは最初にそのここにあると絶対いいぞっていうことじゃなくて再三、まあ、言いますけどその横にあるハンドルは割と重たく感じる例っていうのは体験上ずっとあったので、はい、それをだから、えっと、日本だと土ンとか 土瓶の鶴とかはこう真上に引き上げるんで、はい、持ち上げるときはそんなになんかこう苦がないんですよ。なんかまあ、スッと持ち上げれるってこ,この辺この、その絵でいくと D の絵が、そうですね。はい、で、D のハンドルとかだと真上に持ち上げる分にはなんかまあ、わりかし力はいらないんですけど、傾けて、えっとこう、お茶を出すときにちょっと傾け角が、なんか中心を持ってるせいで、少しまあ、そこじゃないよね、みたいな。 ポジションになるんですよ今のポットのハンドルだと注いでる時にちょうどその注ぎ口が下向いた時に重心の上にこう手がくるみたいなポジションにハンドルがついてるんで、うん、割と楽に持ち上げるい。はい、そうですねうこういうのを書きながら。 そうそう、はい、これをなんか理屈としてどういう、どうしてこうなるんだっていうのをとにかく図示しなきゃいけないと思って。はい。で、お茶をこう、お茶をこのポットの中に入れて注ぎ始めるときに、その水平ラインがこの口よりも下に来るとお茶がここから出始めるっていうか。だ、うん、から、ここ、持ち上げるときはこの真上の方がきっといいんでしょうけど。 こ,こを注ぎ始めることまで考えると少し後ろにハンドルがついてる方があの軽く感じれるっていう、うん、でその2つをには適しているところがここだったなっ、はい。でこれもモーメントだって言ってもうでそれをその言葉してなんか嬉しくなってなんかいろんなとこで方々で「ううでなんかモーメントって言うんだって」って言ったら「<laughs> はい、いやそれはそうだよ」って「なんか何言ってんだ」みたいなって「ああそうなんだな」っていう。 で高校生ぐらいで習うらしいですよ。はい。なんか皆さん知ってるっつって。で、えっ、ー、と、身近な例で言うと、重いものを持ち上げるときに、離れたところで持ち上げるんじゃなくて、腰の真下ぐらいでこう、持ち上げなさいっていう、工場とかだって言ったりするんですけど、腰痛めないようにって。はいはい、あれも完成モーメントのを意識した行動なんですよ。 なんかあのー、お酒のなんかこう瓶とか、あのーはい、衣装瓶入ってるケースとかも,、うん、もうできるだけ近いとこで垂直にこう持ち上げろみたいな、うんね、そうそうそれなんですよ。ありますよね。うん、だかられ離れたところで持つと力自慢にはなるかもしれないけど体痛めちゃうんで、はい、こうもっと体に近いところでぐっと持ち上げる。 えっと、なんか質問の中にあった,でしたっけ人間工学的なものをどう評価するかっていうところで言うと、はい、今回の,その人間工学のポイントはその重心により近いところをサポートするっていうかで持つっていうことなので多分あんまり身体のな、はい、ななプロポーションとかが関係ないっていうのかうん具体的にその近い方が、えっと、モーメントの力が弱まるので。はい 体には優しいっていうそういう理屈ですよはい。あのー、実際軽くなったっていうわけではなくて、その重く感じるそのなんでしょう、その気持ちというか、まあそれが軽減する気持ちじゃないですね。そうですそうです。はい、あのー、実際にこのポッド持って軽減する。うん。こうやってなんか横にするとすごく多分重たく感じるんですよ。はい。でこれここにモーメントがかかってるんで、うんうん。ここここ回そうとするトルクが働くっていうか。はい。 でこ,うかからこっちにすると軽くだからこの力分だけ軽く感じてるっていうまあ質量自体が軽くなるわけではないので、はい、重量がうん、うん、あくまでも軽く負担が少ないっていうまあ実際にでも少ないんですけどはいそうですね結構スッとこう持ち上がってスッとこうお茶が流れていくようなそうですよ、はい、感覚をさっきも注いで、うん、はい。 実際に我々がその、まあ、もちろん家庭使い用としてもあの作るんですけどあのレストランでそのウェイトレスの方とかウェイターの方が何度もお茶注ぐ時の,その回数はやっぱり本当に多いのでうんそれを考えると手首への負担は少ない方がいいだろうなっていう。そうですねなるみは、うんあのー ホテルやレストランのお客様もほんとたくさんいらっしゃってお納めしているのでそういった方々はもうきっと職業病としてねありますしねちょっと痛いよねただ行きにくいとかはいたまんあるんじゃないかな、はいうん、そういうところもこう軽減できるような、うん、でもこの完成モーメントのモーメントと、はい、あのちょっとこうえ間、ー、を作りたいというかその、えーそね、日常の中にお茶 っていう,こう時間その一時の間を感じてもらいたいのこの間のモーメントを掛け合わせたこのねそうです,、ねうですね、商品名、うん、なんか見た瞬間になんかこう引き寄せられるみたいなはい、うんはい、なんかそこに私はちょっとこう胸がときめきました<れ>はい私は <laughs> 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 はいありがとうございますちょっとお時間も近づいてきているのではい次に あお客様から、えー、ポットの形からストーリーを空想するのもいい時間ですねってありがとうございます本当そうだと思います、ねうん、なんかいろいろと語ってほしいっていうかうはい、うん、そうですよねだからアラジンだっていい時間ですよそうそうそう <laughs> コロナになってお家でお茶を入れる回数が増えましたっていうコメントも聞てますあね確かに、はい、あ,ありがとうございますそうですよねはい んかすごく物に対して解像度を上げるとかよく言うんですけどあの解像度が上がっちゃった状態で物事がなんかこう全てあると多分すごくうるさいと思うんですよ。だからそういうのはなんかあんまり今回やめようみたいな。はい、うん解像度高くなんかいろんなことを考えるけども収めるところはもっと日常の中で少し花になるぐらいっていうのがいいバランスだなっていう。 そ、ね、う。なるほど。うん。